半雪野は、朝鮮の小説家。本名は、半平道、筆名は万年雪、半明衆、金徳江、陰影淳、H。李美久氏と並ぶ北朝鮮の代表的小説家であるが、1962年に粛清された後、消息が不明である。1900年8月3日、環境南道南州衆軍州二面に生まれる。二男二女の次男。 漢の家は、比較的豊かで幼少の頃は、物静かな母の影響を受けながら育つ。観光普通学校を経て1915年、上京市計上第一高等普通学校に入学。その後、再び観光に戻り、1919年、観光高等普通学校を卒業した。高校を卒業後は、観光法学専門学校に進学するが、 学校内の事件に連座して退学し、しばらく北京で修学する。1921年、土日し、日本大学の社会学科に入学した。しかし、1923年に起きた、関東大震災の影響でやむなく勉学を中断し、帰国する。執筆活動を始めたのは1925年からで、ある。朝鮮文壇に投稿した、同系、等が。 理工種の賞賛を受けた。1927年に朝鮮プロレタリア、芸術家同盟に参加し、同年に中央委員に選出されて、中心的な活動を担った。一方で、朝鮮日報の編集記者を務めてもいる。1934年8月、朝鮮総督府により、第二次カップ一斉検挙が行われる。これにより、 韓も逮捕され1935年12月まで投獄された。執行猶予により釈放されると、観光に帰郷し、印刷所や劇場等を経営しながら、執筆活動を継続、黄昏を完成させる。1945年8月、朝鮮が解放を迎えると、藩は、リミ、ヒサシ、総英等と共に朝鮮プロレタリア文学同盟を組織する。 この団体は、同時期に、林は、金南天党が組織した朝鮮文学建設本部と対立したが、やがて、朝鮮文学家同盟として合同し、官を含めた、左翼作家は越北する。1946年、朝鮮労働党の指示により、各団体が、北朝鮮文学芸術総同盟にまとめられると、藩はその中で、主導的な役割を担ない。 委員長も務めている。その他に、労働党中央委員会委員教育文化省最高人民会議大議員、朝鮮作家同盟中央委員会委員長等を務める。しかし、1962年頃に復古主義者として粛清され、それ以後、公の場に姿を現すことなく死亡した。死亡年については不明であるが、1976年に、故郷、 観光で死亡したとの説もある。死後、北朝鮮当局は、漢の文学的功績を認め名誉を回復させた。その以外は、愛国列史料に埋められている。小説評論、ありがとうございます。